ジャック、コアよ。うん。これでナイトメアを倒すことができるね。やっぱり、ただでは破壊させてはくれないようね。めんどくせえ。みんな、気をつけて。よし、行くぞ。緊張するな。行くぜ。もうこっち来んな。調子いいぞ、出番だね。受けちゃった。よし、頑張る。私の番ね。行くわよ。頑張るわ。これでどうかしら。いつでも。私の番だね。行くわ。これを使いましょう。任せて。腕を貸すわ。来る。なんだこれは。これで終わりだ。これは、やってやるぞ。華麗にやるぜ。終わりにする。なんだこれは。これで終わりだ。行くよ。どうだい。ありがとう。いいぞ。きっとうまくいくわ。これを使いましょう。ありがとう。任せて。いいわよ。行くぜ。これは、これで終わりだ。私の番だね。えい。私の番ね。そこ。頑張るわ。覚悟しなさい。楽勝だ。終わったか。無事倒したわね。アリス、しっかり周りが見えてたわね。あなたに褒められると何か照れるわね。疲れた。お疲れ、メアリー。わかったわかった。いちいちねぎらうな、陽キャメ。ポケットの中に何かが割れてる。今の戦いで時計が壊れた。時計なんて持ってたんだ。壊れちゃったの。いや、前にアリスが倒れていたところにあって頂戴したんだけど。だよ。それ、高級そうな懐中時計だね。懐中時計、どこかで聞いた気がすんな。って、これ高級なのか。
は何してる？よし、これでナイトメア討伐に行けるね。ツー君、ちょっと待ってちょうだい。コアの気配はないからもう大丈夫そうね。そんなことわかるんですか、シャーロットさん。どうやらなぜかはわからないけど、シャーロットにはそういう気配が見えるらしいのよ。今のうちにマッチを出してっと。何してんの？しっ、お前は黙ってろ。この時計を想像して。よし、このコアへ入った。これでよしと。え、想像したものが擬態化されて出てきた？バカ、静かにしろ。こんな想像したものをそのまま擬態化できるなんてすごいよ。ん？どうかしたの、ジャック君？ははは、ジャックやったな、おい。よし、コアの野郎をぶっ壊してやろうぜ。あら、メアリーったらすっかりジャック君と仲良しね。そうね、それじゃあコアを破壊しましょう。相変わらずすごい悲鳴。ともかくこれで先に進めるね。そうだね、姫。それじゃあジャック行こうか。うん。